ですね書くと,、えっと棒2本なんですけど読む、えっときはメンディー E え、はい、<laughs> でそのエリーさんの棒1本増やすの皆さんやめてくださいエリ,エリーさんエリーさん関係ないでエリーさん巻き込まないくださいねエリー E にしないでくださいそれはちょっと本当トごめんなさいそれは絶対ダメですやめてくださいエリーさんを勝手に巻き込まないください <laughs> そうですね「メンディー・っていう発音ですね、まあ、で一応なんかそのバラエティに出る時とか SNS 上の時はその名前にしようと思っててライブの時とか真面目な時は普通に今まで通りエリ <laughs>、えーエイリーさんエイリーさんは解明しなくていいと思います だけど結構フランクな感じで解明しましたね解明っていうか,なんか今って結構複数アカウントってみんな当たり前じゃないですか SNS とかもその見る用のアカウントがあってなんか友達、親しい友達だけのアカウントがあったりとか普通にいつもの投稿するアカウントがある時にみんなそれぞれ名前とか違うと思うんですけどそんな感じで別にメンディーって他にいてもいいな 全部真面目なんです全部真面目なんですけどあのスイッチの切り替えっていうふうに思ってもらえたらいいのかもしれないですスイッチの切り替えよし面白でいくぞの時はメンディーいいって感じですねうんそのスイッチの切り替え自分の中での そんな感じです <laughs> ありがとうございますスイッチあスイッチオンおっ、まあ、ずっとオンスイッチはずっとオンなんですけどえダウンタウンの浜田さんも浜浜、ままあええー、浜田さん変えるんですか あ,そうなあ、そうなんだへえ今はメンディー・イですねなんかでもこの間それこそバラエティーに出た時にメンディーしちゃ・イにしたんですよちゃんとあのー、そのまあカンペっていうのがあってまあその…こんなこと言ってほしいなみたいなスタッフさんが出すのがあるんですがあの時とかも全部 メンディーにしてもらったんですけどだからやっぱ共演者の方からすると「いや呼びづれえわ」って普通に <laughs> 言われたのでまあ呼ぶ時は別にあの呼びやすい方でいか,よいかようにでもいいですよっていうふうなスタイルでやってますただやっぱり元気がない時にこうメンディーを打ったりとかメンディー,ーっていうとなんか勝手にこう口がこうやってね上がるんですよ メンディー・イーって口上がるじゃないですかただ笑顔になるんでなんか元気出るんですよね「メンディー・イー」って言うとぜひ皆さん楽しみた,た楽しみじゃねえわ是それ試してみてくださいええー、濱田さんもそうなんだわあ、でもちょっと皆さんのいろんな居眠りエピソードを聞いてちょっと元気が出ました皆さんありがとうございます ジェネコから始まりましたからねジェネコで思い切って変えてでそっからですねあチムさん写真撮るときの掛け声にしましたあありがとうございますそれあいいかもメンディーいいみたいなはいチーズ的なノリですよねいやそれ悪嬉しいですねぜひ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 今後ともやってみてください 嬉しいいですはい、というわけでいやもう本当ねこんなき今日はちょっとこんな一件があったんでもう早く寝たいという,ふうに思うので今日はこの辺りにしたいという,ふうに思います最後にあの今コメント固定コメントにも書いてあるんですけどえっと僕は初,め初主演のドラマ「覆面 D」がですね10月の15日から a b e m a t v のほうで配信スタートとなりますあのー、僕演じる大地大輔という熱血教師が、まあ、生徒 一一人一人と向き合いいつつなんか不可能を可能能をにしていくみたいなすごい見てる人の背中を押せるような,なんかそんなあのドラマになっているのでぜひともたくさんの方々に見ていただきたいなというふうに思います福面 D ぜひよろしくお願いします、はい、引き続きにあのライブの方もあのやってまいりますしエジネレションズのライブ後半戦もスタートしておりますしエグザイルのクリスマスライブもございますのでぜひそちらの方もあの足を運んでいただけたらなというふうに。 思います。はい。というわけで、えー、本日も皆さんありがとうございました。今日は早く寝ます。ちゃんとします。では皆さんおやすみなさい。